さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。速い高々を叩くためには指の動作とかこの回転運動ですかね。このドアノブをガチャッと開ける動作とか、鍵を開ける動作とか、水切る動作とか、これ前腕の回転運動。必要になるんですが、この指とか前腕の回転運動がうまく使えてるかどうかが、まあ、自分でねこう練習してて、まあ、よくわからなくなる時があると思うんですが、まあ、これを、うまく使えてるかどうかの判断、まあ、いい判断の仕方があるなと思って、まあ、今回レッスン動画を配信させていただきたいなと思います。まずね、指の動作ですかね。どうしても早く叩けないとか力が入ってしまうっていう方は、結構ねこの肘から先の動作でこう叩いちゃうことがあるんですね。これ使おうと思ってもなかなか使い方がわからなかったりとか、高々になると腕がこううっていう感じになっちゃうので、そんな時はスティックのねチップ側を持ってもらって、肘をねこの指で叩くような感じでやってみてください。こういう感じですね。こういうこれね、仮に肘から先の動作で高々をやってると、これね当てられないんですよね。こうやってね、タカタカが苦手な人は、これね、右手はうまくいくけど、左できへんっていう人はね、結構多いんですよ、これ実は。で、これを右手でも、左手でも、こうできるように、タカタカをできるようにしておくと、このスティックをね、こう持った時に、で、まあ、当てる時に、なんか、打面に向かって叩いてるようなイメージで、ここをね、叩いてみると、スティックをこう正しく持った時に、まあ、指がね伝えられるようになるかなと思いますかね。で、2つ目が、まあ、前腕の回転のこの運動ですよね。実はこの動作がタカタカに必要なんてみたいなね、こう思う人も多いと思うんですが、まあ、スネアもそうなんですけど、タムとかを叩く時にこの前腕を回転させる動作を使うと、まあ、抜けがねこう抜けが出るようなこう動作でこう叩けると。使えてるかどうかの判断は、人差し指でこう打面を叩いてみてください。これね、うまく回転できてないと楽に叩けない。この回転するような動作で人差し指がこう打面に、これもね、右手うまくいくけど、左手がこううまくできないっていう人ね、多いんですが、この人差し指でシングルストロークができるかどうかを試してみてください。さっきのこっちもそうなんですけど、大体の場合は、まあ、右利きの人は、右手の方がやっぱうまく動くと思うんですね。右手やったらこれできるとか、右手やったらこれできるとかっていう人が多いと思うんで、この右手をできるだけ参考にしながら、鏡を見て客観的に映っている姿を見ながら、右手の真似をしてね、で左手もできるだけ同じような動きでできるように目指していくと、しっかりと動けるようになってくると思います。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。